いや、いいな、バン君。あ、猫ちゃん、外に出しちゃって大丈夫？あ、機嫌いいんだ。ね、ね。ねえ、私もそう思いますよ。誰になるのかしらね。ああ、なるほどね。特にお母さんって息子が好きよね。その考えもね、子供っぽくていいよね。はいはい。もう奇跡で一人はこういうあの2枚目の男が好きっていうのがあるよね。ああ、ランさんが宿場の人でカイナはあのオーブメントの人ね。都会に憧れてますね。かわいい。かわいい。何話してるんだろう。ニヤニヤしちゃう。兄もやっぱり笑ってる顔の方が似合うぜ。ねえ、ほんと。ねねね、ね。いやー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 。うん、ね、よかったね。それはなんでだろう。ああ、そうよね。そのふさわしい男になるまでちょっと距離取っとこうかなっていう謎の男心はあるかもね。さてと。いやー、いいですね。ニヤニヤしちゃいますね。うん。あ、そうなんだ。そっか。なるほどね。なるほどな。いらっしゃい。確かにね。またの。まいちゃんの言わんとすることはわかる。難しいよね。赤いところ2つあるから、こっち行っちゃおうかな。村長さんところね。なんだなんだ。ミント髪の人かな。いえいえ、持ちつ持たれつですので。難しいね、そういうのって。例えばどういう風にしたらいいんだろうな。ここに行って、誰だろう。一応丘陵方面の行けないよって聞く。おっとこっちなんだっけ。そうだ、風車。私このブランコ反応したっけ。あ、ここに前のわさびのやつがあったんか。そしてこのご夫婦さん、
あ、ロンライロンライ知ってる。まあね、始まりの奇跡で、リンくんが言った当時で有名な場所だよね。あー確かにね、なるほど、肝に銘じますわなるほどな。あら、こんな時間までやってんの。あら、あら、いらっしゃい。まあでもとはいえ、特に必要なものはないかな。お掃除してる。あれ、ああ運転手さんか。ああ、なるほどな。遊撃士さん来てくれるんだ。その考え方はいいのではないでしょうか。よいしょ。あ、ベルシアさんの、あ、そっか。はい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 、そっか。ああね、いや、いいねここの村相当好きだわ。微笑ましいよね。いいね。何歳なんだろう、ラシカルくん。10歳は言っとるよね。13とか。エステルが16歳で準遊撃士になったんで、頑張れって感じですね。なるほどね。確かに。いや、いい村、クレイユ村、いい村。クリアしても何年経ってもこの村のことは忘れないでいたいな。人々のドラマもね、いいよね。さすがに3、4回目のマラソンになるとね、そのみんなの人となりが分かったりして楽しいよね。ほんとね、マラソン楽しい。台車ここで貸したんか。ガソリン、へえ、それは台車いるね。なるほど。確かにそうだよね、そうだよね。今動力技術が発達してるからガソリン系いらんのか。確かに確かに。なるほど、確かに。なんだろうな。あ、ほんと。確かに経験っているもんね。そのと本当になんかちょっと自分のレベルよりも上を目指した時に、今までやってた基礎が親方ありがとうっていう気持ちに変わる日が来るかもね。思い詰めてた。なんだろう、全然わからんきん。
ちこち人間ドラマがすごいわ。雪だわ。向こうに行くのね。ん？ああ、バイク調べるのね。よいしょ。どこのバイクだろう。すごそうな機械。乗り物なんでしょうか。動力バイク。自転車に似たオーブメント。3年前帝国で実用化されたんだが、ベルヌーも研究していた。あ、じゃあベルヌー社のなんだ。四大ライセンシーから競うようにいろんなタイプが発売された。すごいね、時代の進化って。ジョユー先輩すごくない？ほんま。レッドスターの大型バイク。時速2300セルジを叩き出すモンスター。へぇ。ね。確かに。へぇ。ね。なさそうだなぁ。俺の愛車をあんな目に合わせといてよ。ね、気になるよね。よくぞ聞いた。あれは2年半くらい前の話だ。2年半だと。ナイス。戦争より前だよね。あ、そんなに。あ、いや、めっちゃ聞きたいって。わしもめっちゃ聞きたいって。はいはい。裏ルートで野生狼の依頼を受けた。裏ルートで。あ、いい曲。所属も含めてヤバい野郎だが、依頼内容については納得できた。何より困ってる奴がいたら、運転手とサポートを引き受けて、気づきまーまる連中を叩きのめして、無事仕事を終えたはずだったんだ。気候兵？だが連中はあろうことか、帝国からの横流し兵器を繰り出してきた。なるほど。これはシュピーゲル。いや、違うな。ドラッケンかな。全高70。帝国の貴族軍が使っていた機械で動く巨大な人型だ。さすがに生身でかなう相手じゃねえ。撤退するよ、あいつに言ったら。どうだろうね。もう、千の奇跡後半は生身で戦ってたけど。うわ、それはひどいわ。それはひどいわ、マルタンさん。それはダメだわ。それはダメ。片手で掴んで、愛車を投げ飛ばしちゃった。人型は中派。やつは拳と蹴りだけでぶち壊していった。いや、投げる必要あった。絶対ね、拳と蹴りだけでいけたよ。絶対それでいけたよ。ねえ、完全スクラップか。え、あ、だから中古で買ったんか。じゃあ最初は新品だったんだろうね。なるほど。二代目。あー、そうよね。迷惑料とか言って代わりの同系車を用意しただけ。え、あー、そうなんだ。だからか。あー、あー、なるほど。本当よね。しかもその多分年齢的に初めての車だったんでしょ。すごい愛着あるよね。元通りにするのに2年かかった。絶対許さねえ。絶対にだ。なるほどね。この、いい曲を流してくるっていう。ん？クラクション？こういうのってクラクション鳴らすもん。あ、あ、遊撃士さん、来たんだね。なんか、頼んだって言ってたよ、さっき。レノの動力ランドキャリア。よく知ってんねえ。よく知ってんね、ほんまに。ね、支える固定。カルバートって書いてある。遅くなったな。アルビス君。あれが例のバスか。見たところ修理は完了したのか。よくわかるね。駐在と運転手に話を聞かないと。へえ、インゲルとのピックアップか。なかなか趣味がいいじゃないか。好きなんだね、みんな。これは なんだこの動力バイクは。レッドスターのモンスターマシン。
エトワスのモデルもすごかったけど。エトワス。こっちもかっこいいな。男の子だね、みんな。よう、結構好きみたいだな。ね。ああ、人がいたのか。驚かせないでくれよ。村ですよ、ここ。ひょっとしてバスの乗客かい？俺は遊撃士協会の商売がたきです。 お前はね、不動とエレインと一緒だった。あとその前にね、一回会いましたけどね。確かにお疲れ様だね。ジンさんたちと違ってこっちの用事はすぐ終わったから。じゃなくて。出た、じゃなくて。あ、ありがとう遊撃者アルビス。俺はアルビス、共和国ギルドの C 級遊撃士だ。 C 級なんだ、ほーん。うさんくさい汚れ仕事をやっているバン・アークライドだったな。ちょっとお口が悪いですよ。一体どうしてこの村にいる。むうん。仕事なんで、仕事なんです。いや、遊撃士とあれが違うじゃないですか、考え方が。そこもね、お互い認め合っていこうよ。いや、なんだろうね、ギルドって組織じゃん。組織じゃん、ご機嫌は個人なんですよね。なんかそこの大人の、なんだろうね、お金の周りをね、もうちょっとちゃんとね、勉強した方がいいと思いますよ。うわうわ、言われた。学生に言われた。そういうことですね。ギルドの運営費はイプスタイン財団の基金から賄われている。後ろ盾がないことを考えると多少ありがたな依頼料も仕方ない気がします。ここよ、ここ、ここ大事なところよ。大人になる上で社会で生きていく上でギルドの理念は尊敬してますけど、ちょっとだけ言い方が乱暴のような。ねえ、もう全部言ってくれる。アニエスちゃんのこの、なんだろうね、言葉の柔らかさと、なんかすごいね、いいですね。心が洗われました。グーのにも出ないですよね。いや、エレインさん味方についてんのかな。まあアルビス君から見たらついてるように見えるんかもしんないけど、もうこいつ呼ばわりしてるだけで、なんかこの人の底の器のね、狭さがね。心広く言ってやってこ。まあある程度プライドがないとね、できないってのもわかるけどね。若いなって感じかな。いや、若い若い。はーい。さて、いくつか情報が集まったな。ええ、一度整理したいですね。はい、宿に戻りましょう。はーい。車か。エステルたちって未だにどうなんかな。まあそのバスとか電車とかは使うかもしんないけど、あ、そうなんだ、へえ。C 級ね、どうなんだろう。 C 級エステルたちがなんか結構ガンガン行っちゃってたからね。まああれはゲーム内での話でもあるけど、 C 級か。確かに言われてみればどんなもんなんかね。まあでも魔獣討伐とかそういうのはね、やるだろうね。じゃあ一旦帰るか。
そうなんだ、武器用に。中東の地下から原料が採取されてる。へえ。ん？どうした？あ、本当？へえ。託された。調子も悪そうだった。バルター、アイーダさん、この俺に気づかなかったことといい何かありそう。ああ、気づかなかった。様子がおかしいんでしょ？様子がおかしいね。まあ、これは話しかけますよね。うん、変わってないかな。変わってないけど、すごい適したやつに聞こえるよね。セリフがうまい。あっち側か。の、大丈夫？本当に調子悪そう。あ、飯田さん。調子が悪いのかな。フェリー。驚いたね。夢でも見てんのかい？でもそのちゃんと話せる感じなんだね。ちょうどさっきあんたへの手紙を預けたところだよ。ひょっとしてうちの連隊長がクルガにも問い合わせたのかい？はい、それで私アイーダさんのことが心配で、カルバードの首都でこちらの裏解決屋さんを探して、それであんたは噂は聞いていたが。バンアークライドだ。2年前に世話になったようだな。だいぶ辛そうだが何があった？そうですよ。どこか怪我でも。近づくんじゃないよ。何？あ、アイーダさん。盛られた？ああ、そんな顔すんな。あんたが悪いわけじゃない。ちょっとばかり遅すぎた。え？ただそれだけのことさ。その何か事情がおありなんですよね。お力になれるかもしれませんし、話していただけませんか？お嬢ちゃんは？うちのバイト女子だ。それよりあんた、ひょっとして。おい、そこで何をやっている？またお前たちか。で、そこのあんたは？見かけない顔だね。観光客？いや、ひょっとして。まさか良平か？遊撃地まで来てるのにのこのこ寄っちまうなんてね。こうやってアップになったら顔色悪いね。団長につけてもらった低い鳥の名が泣くってもんだよ。あ、団長につけてもらったんだ。アイーダさん、私力になりますから、だからどうか。あんたにはまだいろいろと教えたかったんだが、裏解決や、この子にここまで付き合ってくれたんだろう。できればこのまま。なんだ。遅かったか。連動してる。なんだ。魔獣の群れ。いや、恐怖で狼型を突き動かしていた連中か。ね。大丈夫、アイーダさん。それって。これも縁かね。顔がおかしいよ。なんとかこの場はしのいでみせな。フェリー、裏解決屋に遊撃しも。大丈夫？
軍用魔獣か。ああ、しかもこいつら。なんかゾンビっぽいけど。待って、アイーダさん。どいてよ。今は後だ。低い鳥も言っただろうが。なんとかこの場はしのいでみせな。フェリー、裏解決屋に遊撃しも。うん。え？あー、わー、結構バラバラに来てるよ。やばいよ。どうすれば。お二人はどうか。こちらは任せてください。わかった。そいつはともかく、君たちは気をつけろ。そいつはともかく。今は切り替えます。アイゼンシルドの軍用魔獣が3体。しかもヤバい状態みたいだ。アニエス、気をつけてフォローしろ。はい。援護と回復は任せてください。はい。シャード展開。さて、水が効くね。いいね。じゃあアーツをアイシクルハンマー。結構痛いね。あのクリティカルって持ってけないのかな、敵の。借りは返すぜ。ちょっとやばくない？どうしようかな。マンダルスレイドやっちゃおうかな。うん。バンダライスレイド。ふい。いいじゃん、いいじゃん。リミット解放。HP どうかね。ラピッドバーストを188か。あ、でも使えないよね。ラピッドバーストにしよう。うんうん。あ、今一瞬アナライズしてないと思ったけど、アナライズはしなくていいんですよね。チャンスです。どうしようかな。クリティカルならホワイトヒールクリティカル入れるのはありだ。うん。で、チャンスだ。これ何？ゼロアーツだよね。多分ゼロアーツ。シャドウスピア。おっしゃ。オッケー。まだ出てきた。通さないようにか。なるほど。よみがえるんだ。二人とも下がってる。やれやれ、人が静かに飲んでるっつうのに。助けてくれる。おお、さすが、さすがオブさすが。あの蹴りで3体乗しちゃったの？マジなん？この場は引き受けてやるよ。マジで？代わりに車の剣はチャラにしろや。チャラか、そいつはどうでしょうね。考えといてやる。よし、行こう。知ってる？犬っころごときがいきがりやがって。本物の家老の牙味わってみろや。ね、なんか狂気さが増してるんだけど。砕けろ。